けましておめでとうございます。2020年ね、2020ってなんか感じのいい感じの数字がそれましたけど、2020年、こちらもちきよシリーズは3年目の1月に入っております。明けましておめでとうございます。立て続けに撮っていて、2019年の自分が2020年までこれも塩漬けだからね、この動画はね塩漬けにして言ってるだけだけどね。まあ2020年なんかこれからまだ12月にもなってないんだけど、何事もなく1月を迎えてるといいね。良い年にしていきましょうね、2020年。さあ焼き付くの方もね、また証拠にもなく続けていきますよただただ証拠にもなく続けていきますよ。もう やめたらいいのに、清宮が、ね、活動予算を増やしていく。まあまあ月に500万ぐらいよ、だし清宮シリーズなんですけど、今年は清宮やってくれるかな。お島田勝輝選手、勝輝が一気なんか、島田さん一気なんか、島田勝輝なんか、まだよく分かってない。あー、どうしようかな。いつから？お気楽テレビ、お気楽クイズ、お気楽マッスル。これはね、マッスルでしょう。うん。新人選手にはまず体張ってもらう。お気楽マッスル。見てもらおう。人気選手に言ってもらおう、これから。あ、成功したのか。なんか成功したっぽい。あ、1月終わった。じゃあ2月分もついでに、はい、お金があったら、技術系、体力系、グアムかな。体力と筋力、アリゾナ行こう。ハムといえばアリゾナ。ただしお金はもう1000万円しかない。1月分なの2月になっちゃって、結局もう峠越したのこれ。31でもここで火を吹くのはアイアン東急っていう米田哲也オリジナルの練習。アイアン東急、これを基本的にほとんどの選手に適用していくがそうですな。まあ、金本に関して、金本ね、岩本に関して言うとアイアン投球が正しいかどうかはちょっと微妙かな。変化球かな、この選手は。ボール変化球でいいかもしれない。ヨニナはフォークとカーブがある。アイアン投球かな。いやスローカーブが伸びないよなこれ。こっちこそ、関根こそ変化球練習か。変化球でまだこの2人はこれですよ。清水もかな。清水も変化球かな。せっかくコーチを変えたのに変化球かな。宮丸はアイアン投球、ラリーもアイアン投球、ゆうきはアイアン投球。立山な。立山は変化球かな。いや、アイアン投球。正田は変化球を一球種増やそう、新球種。いや、アイアン投球いや、変化球一球増やそう。これはチェンジアップとカーブだけじゃ心もとね。フォーク覚えよう。向いてないか。 SFF ナック縦スライダーカーブスクリューかな、スクリューかな、シュートかな、覚えられないね。アイアントーキー桜井、アイアントーキー原田、アイアントーキー石井宏、アイアントーキー矢野もアイアン投球だね。バンドアイアン投球、石本、藤本アイアン投球、そして期待の細
覚えさせたいね。これ4買ったら結構いけると思うんだから。まあいいやと思うかな。4欲しいや。見てないか。4買ったらだいぶ違うと思うんだけどな、これ。まあ、しゃあないか。ちょっとキャッチングが弱いんだよな。キャッチングが。すごいそこ気になる。が、まあ、打力かな。アリゾナは何に適した大地なんでしょうか。長打かな。練習練習で長打どっちがいいかな。長打肩と長打。やっぱ肩がないんだね、キャッチャーはね。急げ。肩がない。肩が B だから。C リードとキャッチャー守備適性がちょっと CC で、ここがキャッチャーとしてはこのもとないけど、まあ打つキャッチャーだ。後山はもうちょっとしてるけど、まあ、まだ保守練習すれば、保守練習をしっかりすればまだ輝ける。清宮は相変わらず低い能力を上げればって言ってるけど、まあ打力かな。がっつり筋トレで今年こそこれはこうだね。金子はそうだな。金子はちょっと高野ランニングしてみるか。機動力か、体力と機動力が上がるっぽいから。長打はもうそんなに言わないもんね、金子に関しては、ね、いや、あえての高打練習。小笠原はどうするかな。中途半端にいくか。高打やっての高打体力、コーダー体力みたいな。半々で。フロスト。体力はかなり。ちょっとね、フロストに関して言うと、三塁手の割に肩が弱いっていうところが弱点なんで、まあこれでいいかな。向こう。森本飛距離もこれでいいかな。七原は、バントの神様みたいな感じで、やっぱ守備かな。守備固めとして使っていこう。完全守備固め。田中健介は有沢トレーニングしてみるか。一人高野トレーニング。新庄はね、新庄はどうする？難しいね。新庄、高野ランニングさせてみるか。体力と走力。坪井は選球眼エースになってるから、これは筋力トレーニングが必須。足りない能力を補っていく。いいでしょう。もう S もカンスとしても仕方ないからね。で、バンドはもう長打伸びないので、長打も伸びにくくなってくると思うので、高打力で打力は補っていく。もう守備の方とかは捨てて DH 専門だね。稲葉はね、難しいね。稲葉難しいね。選手として難しい。まあ、こうだかな。こうだでいいかな。これでいいかな、これ。筋力のような気もする。筋力にしよう。こうだでは。コーダーでは
守備力は上がらない。せめて肩が A なら外野でそこまでお荷物にならんだろうと思います。粋な計らいで。石本は総力、ひたすら総力。年俸5000万もらっていい選手ではないか、総力。そして島田、平下。せっかく帰ってくれたんで、高野ランニングで。これでベストか。いや、長打かな。長打にしよう。肩がね、なけりゃ。肩がなけりゃ、やっぱり。使っていくのは厳しい。外野で使っていくのは厳しい。平下も同様に肩を鍛えるために筋トレをする。肩と長打がある。よし、これでいこう。これで1年。これで気がしないことを。で、1年占う。気がすんなよ。よっしゃ、気がしなかった。あんちゃんちょっと変化球伸びたんじゃない？ここのところに差し掛かってるスローカーブがめっちゃゆっくりだらだら喋ってるな。新年早々ゆっくりだらだら喋ってるな。特になんかこう今年の抱負みたいなことを語ることなくゆっくりだらだら喋っちゃった。このアイアントーキーは球速が伸びないから体力と球威が純粋に伸びていく。それも欲しいけどな。立山の体力 B になっちゃった。それはいいね。いい感じだね。桜井もいい感じ。原田もいい感じ。石井としもいい感じ。石井としは急速のトレーニングだったかもしれないね。下手したらね。矢野も9位 C になったんでね。制球 D まであと少し。坂東ちょっと伸びてないね。伸びない指だね。藤本もまだまだ。この堀田はおそらく今季から投げさせていけると。いや、ピンチがちょっと、もうちょっとか。ピンチがちょっと。野口も厳しいかな、年齢的に。で、磯部、キャッチャーが磯部、悪くないキャッチャーがちょっと厳しくなってきたね。キャッチャーがそろそろ次のキャッチャーを。清宮の長打が B になっている。まあ順調に他の選手が伸びてるって感じかな。奈良もまだついていけてる。もうアリゾナトレーニングで体力ちょっとと、あとは走力なんだな。ちょっとこれどうだったかなって思うね。失敗したかもなって今思ってる。新庄の総力 A だったらかっこいいよな。すごい肩上げ超だし。去年20本打ってんだ。すげえ。つぼいが20本打ってる。稲葉は BB。 稲葉の肩 A にならんかな。お、石本の総力 A になった。盗塁も A。 ちょっとこれ嬉しいね。嬉しいね。多分ね、島田を1年ちゃんと使うと新人を取れる気がする。まあ、トラさん ということで、1月分がこれで終わりになっちゃう。1月分が終わって2月分も差し掛かって、2月分もこれで終わりになって、承諾。私も野球理論を解くよ。悪くはない。請求代し3月に入っちゃって、どうしよう。この頭までにしますか。3月になったら2月は3月のやつを前半だけ、半分だけやって、3月に入ったら3月の後半のやつをやりましょう。よくないね。
カットしてた。ここ一旦カットします。さらに一旦カット。はい、3月に入りました。3月はどうしようかな。3月ははい、3月入っちゃいましたね。いや1月分だけやってるのに3月に。どうしよっかな。2月はどこまで上げるかね。2月は3月分上げて、で3月中に多分シーズン開幕するんで、それを4月の頭として、4月は4月の残りからやっていくって感じするかね。だから3月のうちに上げる動画は4月の入が入っちゃうって感じするんで、2月分で3月のがあると、ちょっと分かんねえな流れがな。とりあえずここまで、とりあえず1月に上げる動画はここまでということにしましょうかね。2月に上げる動画が3月のやつがちょびっと入るっていう感じにしましょう。北米になってる、メールは来てない、収支がギリギリ、すごいね、お金が1043万円しかないって、つらつら。じゃあここまでにしましょう。もう長々撮っちゃった。これを細かく編集しながらね、上げていこう。2020年いい年にしていきましょう、ね、じゃあこの辺にしましょう。あ、セーブ可能と、セーブしてから、セーブしてましょう。はい、いつぐらいあげようかな。1月いつぐらいあげようかな、まだ決めてないけど、よほどいい頃、お正月気分のまだ残ってる頃にあげましょう。オリンピックイヤーではあるけど、あんまりそういうところ意識せずにやってます。まあ、プロ野球はね、オリンピックとかの影響も結構残ったりしてあるだろうと思うから、まあ、そういうところはどういうふうに言うのかなって思ったりするけど、まあどんな年になるかだね。それじゃあ、明けましておめでとうございます。